さあ、そして林選手、皆様にご挨拶お願いします。こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。真面目に結構仲良くて知ってますご飯行ったりとかもするし、はい、今年の初めとかは、キャンプ一緒だったりとかもしたりとか、車持ってなかったんで、僕一緒に車で球場まで送ったりとか。送ってもらってました。そうなんですか。しゃーなし。しゃーなし。しゃーなしじゃないんですね。ツンデレなんで、いつも僕のこと待ってくれて、早く来いよって。早く来いよ。めちゃめちゃ仲いいじゃないですか。何もかもが初めての状態だったので、本当にその中でもいろんな経験をさせていただいたので、すごい大きな一年でした。そうですね、もう本当に試合に多く出させていただいたので、そこは本当に監督に感謝します。 CS の緊張感というのは出場されていかがでしたか。そうですね、シーズン中もすごい緊張はしてたんですけど、やっぱり CS になるとやっぱり1球の重さも大きいので、そういうふうにその中でプレーすることができて良かったです。最初はやっぱり、試合出させてもらったんですけど、やっぱそこから試合なかなか出れなくて、まあなかなか自分でもチャンスがつかめなくてっていう状態で、結構苦しいシーズンにはなったんですけど、ファームで、ね、コーチの方とか監督と喋って、いい、まあ貴重な時間になったかなとは思います。基本車内で喋ることが多かったので、車内、車の中で、ね、2人の空間だったんで、あの誰にも邪魔されたずに。そうだね、2人きりの、はい、2人きりだったんで、濃い時間を。あ、そうそうしたね、はい、あ、そうなんですね、はい、お互いじゃあ励まし合って、はい、甘酸っぱい話、甘酸っぱい話しましたね。甘酸っぱい話か、甘酸っぱい話を。そうです、青春を思い出しましたね。そうですね。あ、そうですか、はい、いいですね。いいですよ。やっぱりちょっと内容には踏み込めなさそうですけれども。喋ったことない、そんな話。話してたことない。ずっとふざけてばっかりでした。ということで、一人暮らしを始められたということでございまして。危ないですね。危ない、危ない、危なくない、危ないですか。大丈夫、危ないです。ねえ、一人暮らしは危ないです。なんで危ないかな。林選手は寮生活ですか。まだ寮ですね。 あんま言えないですけど、 まだ寮生活。言ってもいいですけど、それまで言っちゃいけない。みんな知ってるんだよ、それ。そう、それで寮生活ですね。どうしてもバレますことじゃない。あんまバレたくないですけど、寮です。一人、なんか寂しく、ね、過ごしてる。急にテンション低いじゃないですか。今までね、ウェイ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 やってたのに。寂しいですよ。寂しいですね。危ないっすね。どこが、何が寂しかったら危ないんだ。そっちの世界では。結構外に出ますね。あ、そうなんですね、はい、じゃあお買い物に。そうですね、鬼ごっことか。鬼ごっこ、かくれんぼとか。そういう、ね、どういうことで。少年、おいくつでしたっけ。少年の心。少年、はい、鬼ごっこやってみますね。あ、まあ、この間一回一緒にやったんですけど。2人やってんのかい。2人でやったんですよ。2人でやってんの、はい、2人で、しかも2人で。2人で、なかなか入れる。1番。1番。おお、1番、はい、1番、1番。ちなみに守備1番ショートですね。ショート、はい、森選手はちなみにズバリ打ちたい打順何番でしょう。3番。ちなみにまだ早いけど。いや、いいんですよ、もうこれは希望ですから。3番打ちたい。守備1番ショート。おお、これはお二人ともショートを狙っていきたいと。それはね、これはでもね、ちょっとその打順でいうと3番っていうのはどういったご自身意図があってそのお答えになったんですか。かっこいいから。かっこいいから。3番ショート森、かっこいい。かっこいい。リスペクトするっていう。これは林選手って言ってもいい、はい、言ってもいいですか。そこはどうでしょうね、皆さんね。林選手言った方がいいと思います。いや、林選手ですね。聞こえてますよです。打ち合わせが今聞こえてたと思いますけど、林選手ですね。林選手、はい、これなぜかと申しますと、答え気になります、はい。ベンチ前、あ、じゃあ、試合前にいつも、はい、そのベンチの中でハイタッチみたいな、はい、回って、頑張るぞーって言って、イエーイみたいな、みんなでやるんですけど、来ますよね、その時に、はい、出てくるんですよ、パッツって、自分から。絶対一発ギャグするんですよ、そこで。試合前に、
すごい、みんなの体を冷やしてから出していくっていう。いや温めないと。夏だと効果的だな。そう、夏はすごい。あえて冷やしてるってことですね。そうそう、アイシング、アイシング、アイシングって呼んでおります。あのアイシング姿は、アイシング姿、あのアイシング姿はやっぱかっこいいですね。光るものがあるんですね。なるほど。野菜食べとけばなんとかなるよ。そうなんですね。野菜を食べる、野菜を食べる、食べれば、はい、絶対なれる。絶対になれる。でもお子さんはお野菜食べるのは結構難しい。苦手な方は、苦手な子たちも多いからね。そう、野菜を食べるのが一番。あ、そうですか。あ、米なんかいらない、米なんかいらない、米なんかいらない、おお、なんかそうなると話が、ね、変わってきますけども今年のね、いろいろありましたけど、まあちょっとそれは置いといて、もう年忘れということでね、米はいります、食べましょう。米はいります。勝てるようにそこを目指してやっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。来シーズンは、そうですね、チームとしても個人としても、本当に来年笑って終われるように、頑張りますので、来シーズンも応援よろしくお願いします。林選手、森選手、ありがとうございました。また来シーズン期待しております。頑張ってください。ありがとうございました。